変える。古新東新館阿美市安坂塾塾長の豪コン丸彦の新シリーズ「日本の精神を学ぶ時代劇シリーズ」というものを今日から始めたいと思います。えー、最近ね、えー、このシリーズを始めようと思ったのは、ディズニープラスで配信している将軍という、えー、ドラマーなんだね。 宏之さんが主演とプロデューサーを務めるこの番組なんですがいやー私はドハマりしてね感動しまくって全部でね1時間ちょっとの1番がねそれを10話これをね2回以上見ましたでこの魅力をね皆さんに伝えたいなと思ってこの新シリーズをこれから行っていこうと思っています えー、ネタバレをしないレベルでね、えー、どこが見どころなのかそしてね私自身は日本人の覚醒を、えー、するというのがこの配信の目的の一つなのでこの私がおすすめする時代劇シリーズの中で日本人がね感じてほしいこと目覚めてほしいことというところに、えー、ポイントを当てて、えー、解説をしていきたいと思います。 で将軍の見どころに関してはこれね本当はねちゃんと編集をしていろいろなね画像を入れて話をした方が絶対分かりやすいんだけれどもこれに関してはね、えー、まあ私の場合これノ脳編集であるのでね、えー、ちょっと専門用語が出たりして分かりづらい部分もあるかと思います。えー、なのでね えー、今回この将軍に関しての話だけ、えー、前編後編後にわたたっってて話をしたいと思ってますまずこの将軍の見どころですねこれ YouTube でもね無料で、えー、結構見どころ、えー、が出てますからそちらもね皆さん見ていただければと思うんですが、えー、見たいなと思ったらディズニープラスに加盟してでもこれは見た方がいいと思います。 この将軍を見るためだけにディズニープラスに入るというのはね,僕はねありだと思いますね。まあ映画好き、まあ、もしくは時代劇好きの人にはねこれはたまらんものになってますね。いろんな見どころがあるんですがまず一般的に言われてる見どころは非常にスケールの大きいものであるということなんだね。 一体いくらぐらいかけたんだろうということでね。いろいろ調べました、えー。私の推測も含めてですね。この第一クール、えー、いや全部で十話あるんですが、この十話を作るだけでね。おそらく三百億円以上かかっていると思われます。えー、なぜ三百億円以上なのかというと、えー、ロード・オブ・ザ・リングっていうね。映画、えー、三部作だったんですが、あれが六百四十億円かかってたんですよ。 そしてゲーム・オブ・スローンの、ね、続編2が250億かかってたんですね、えー、なので、えー、これね10は作ったけど当然のことながら、えー、シーズン2シーズン3も制作することを発表しましたのでということは全体のね、えー、ベースを作るためにはおそらく300億以上かけてるんだろうなと思います。 えー、シーズン2はまた当然ながら、えー、ベースの300億円以上のところに100億円以上乗っかるんだねそれだだだけけののお金をかけたものだってことなんだよ、えー、ちなみにねこのねどんだけ制作機かけたんだっていうところで言うとアメリカでは、えー、スーパーボールっていうね、えー、ものがあるんだけどスーパーボールで広告を大々的に出したらしいんだよね。 スーパーボールで広告を出すだけで十億円かかるって言われてるんですよ。まあそれだけ広告費もかけてやってるということですから、全体の制作費は三百億円かかるだろうなと思ってます。それから、えー、まあこの第一話で出てくる海でね、この船がね揺れるシーン、第二話だったかな。そこのところはなんとね。 じゃな,くて実写なんだよ、ね、まあ実際に、えー、本物の船を作ってそれを、えー、まあ動かすということでね、えー、波の中で動かすっていうそういうものすごい、えー、まあアトラクションのようなね、えー、まあカリブの海賊かみたいな感じのもう強烈なアトラクションのようなものを作ったというふうにサナさナさん自身がね、えー、言ってますね。 で、えー、とにかく、えー、スケールがでかいんだけど面白いのがですね、ハリウッドで作った映画なのにセリフの7割は日本語なんだよね全員日本人のキャストがね、えー、アメリカに渡ってやってるってことなんだねおそらく、えー、クルーとキャストを含めてね100人近くは行ってるんじゃないかなと思いますねこれが真田博之さんが非常に断ったところで プロデューサーを引き受けるにあたって本物の日本の日本人が見て違和感がないものを作るっていうことを条件にして完全に日本人を起用してくれということでそれを条件にしたそうです。だから今までででににあっったた海外で作った日本人もものの中ではもう圧倒的に 本物具合が違うんだよねそここここががすすすごいということとうなんででれが見どころですねそして面白いのがこれねジェームズ・クラベルっていうね、えー、作家がね多分アメリカ人だと思うんですが作家が書いたベストセラー小説を元にしてるんですけどもこれね基本的には日本の史実に、えー ソッタソッタというか、まあ、モデルにした、えーファえー、ちょっとね創作ものなんだよねでこれねいろいろ調べながら私も、えー、見返しをしてるんですが今日のね、えー、ちょっと解説としてはね,ねネタバレにならない程度に、えー、ここに登場する人物が史実とどうリンクしてるのかっていうことについてお話をしたいと思います。まずね えー、当然、えー、主役である吉井虎長さんっていう人が出てくるんだけどこれは、えー、徳川家康のことなんだよね、まあ、徳川家康、えー、こんなにかっこよかったのかって、えー、いうのはね、えー、まあ日本人はね徳川家康って狸親父っていうねイメージが強いのでちょっと小太りなね、えー、人をイメージしますが全くそれとは違ってね 真田広之さんが、えー、まあるね家康がモデルになっていると言いながらまあ吉井虎長っていう名前のね人物に置き換えてますからそ, <coughs> <coughs> そこはちょっとね、えー、架空の人物像だということなんですけれども見どころになっている。 えー、戸田真理子さん、マリ子様っていう人が出てくるんですけどもこれはですね明らかに細川ガラシャ私もねちょっとね、えー、詳しくない部分もあったので改めてこの動画を撮るにあたっていろいろと調べてみました、えー、そうすると細川ガラシャは、えー、明智光秀の三女なんだよね えー、当然ながらこの将軍の中でも、えー、要するに裏切り者の無本物の、えー、娘だというふうに言われていますなので明らかに、えー、明智光秀の娘であり細川ガラシャがこのマリコさんなんだねでちなみにこの細川ガラシャ で何者なのかどういうことをした人なのかっていうとイエズス会っていうのがあるんだけどこのイエズス会っていうのはねフランシスコ・ザビルによって創設された、えー、団体なんだよね、えー、カトリックの、えー、これは、えー、宗教、えー、これを 新たに、えーまあ、極東をねいろいろと支配するという目的でフランシスコ・ザビエルが作ったというものになってますでえー、でマリコさんが、えーま、あマリコさんのご主人がこれもねモデルがねあっきりあるんだよね、えー、細川ガラシャの、えー、夫である細川忠興ということだね。 で、この細川忠興さんっていうのはこの、えー、劇中でね、えー、描かれてるようにものすごいね気が短くてね怒りっぽい性格だの人だったらしいんだよね。そして、えー、茶を立てるシーンがあるんですが茶人としても、えー、し名前を馳せた方だったらしいです。利休のね、 えー、七徹の一人ということで、まあ、茶をたてるのが、えー、非常に特技だった人物だったらしいです。なのでこの辺もね、えー、史実に基づいて作られてるなと思います。 そして、えー、この、えー、マリコ様と絡んでいく「えー、アンジン」という、ねえー、役どころのイギリス人がいるんですがこれはねそして「ジョン・ブラック・ソーン」という、ね、名前でこれは出てるんだけど、えー、この「ジョン・ブラック・ソーン」ってね日本名は、えー、三浦・アンジンといったらしいんだよね。 なので完全にこの安人はそういうモデルがいるということなんですそれからモデルとして面白いのは石戸一成っていう、えー、五大郎の一人ということで出てきますがこれは明らかに石田三成のことなんだね、えーまあ、石田三成は、ねえー、関ヶ原の戦いの後に、えー、負けて、えー、これが、ね、徳川家康に処刑されるという役になりますね えー、なのでこれは、えー、と今後、えー、第2シーズン以降でそういったところが描かれていくだろうだなと思います。それから落ち葉の方という方が出てくるんですがこれは明らかに、えー、豊臣秀吉の側室であり豊臣秀吉のね、えー、唯一の息子を産んだ淀君のことだね。えー、淀は、えー、信長の妹、えー だったんだよねこれが、えー、秀吉が促進にしたということなんです、えー、そしてここで描かれているのは、えー、日本人としてねこれを知っといた方がいいところがあって実は日本人ってね このキリシタンってね、えっと、ことについてみんなねだいたいキリストの教のことはあんまりよくみんな理解してないからキリスト教には大きくカトリックとプロテスタントの違いがあるということをあんまり明確に理解をしてないんだよね。でところがこの将軍の中ではカトリックとプロテスタントのいろいろないがみ合いというか完全に敵だよね。 敵としての攻防が描かれるんだよねここがね、えー、深読みをしていくと面白いところなんですそして、えー、このね、えー、まあ準主役って言ってもいいんだけど第1シーズンの主,、まあ、主役になるのは、えー、これは虎長ではなくてマリコさんとアンジンジなんだよねところがこのマリコさんとアンジンは両方キリスト教をやっているということなんだけど。 このマリコさんはイエズス会なので、えー、当然ながら、えー、これはカトリックなんだよね、えー、そしてカトリックなのでなんですが、えー、ゴッドとは言わずにデウスって言ってるんだねここも面白いところですねところがアンジンはプロテスタントなので、えー、宗派が違うんだよねでもこれは後半戦のところでえー 壁っていうかね、襖を1枚を隔てて、えー、背中合わせになりながら、えー、同じキリスト教のフレーズを2人が唱えるんだよね。これ本当はありえない話ななんだよありえないことを2人がやっているというところで、えー、この裏を読んでくださいということを実は表してるんだけど要はカトリックとプロ,プロテスタントという似てるけれども ある意味でいうと敵同士である2人が、えー、同じフレーズの、えー、お祈りをするということは通常はありえないんだよね。ありえないけどなぜこの2人がするのかというところがこれの見どころの一つでもあるんだよね。これはね、えー、私としては何度も何度も見返したいなと思っていますけれども発見があるね えー、一般的にはね見どころは非常にお金のかかって、えー、ものすごい豪華な映画だということなんですが実は、えー、いろんな背景精神性そういったところを見ていくのがこれの一番大人の、えー、醍醐味になるとこ,ろなんだ、ね、これアメリカで、えー、アメリカだけではなくて世界中でスーパーヒットをしています。 今までねこのねネットフィリックスやディズニープラスで配信したものの中ではねなのでもう歴史に残る時代劇なんですけど今まで全くありえなかった時代劇なんですが世界中がこの日本の文化精神性に注目をしているということでもあるんです。 これはぜひ日本人だったらね、えー、まだ見てない方はぜひ見ていただいて日本の奥深さそしてこのドラマに秘められた日本人の精神性ということについてね、えー、感じていただきたいなと思います。えー、今日はねちょっと、えー、このね新シリーズ 1> えー、第1話でしたがこの将軍に関してはもう一回ね、えー、後半戦に、えー、譲りたいと思います、えー、面白かったと思う方は是非高評価ボタンそしてまたチャンネル登録をしてない人はチャンネル登録をよろしくお願いいたしますじゃあまたねー